プロトケラスカは、新生大代志神予中期から、先進予前期にかけての北アメリカ大陸に生息した、草食獣。哺乳孔、クジラグーテーモク、ラクダーモク。大型の角を持つものも少なくなく、外観の印象としては鹿などに似る。しかし、分類上は、ラクダ科の姉妹群となる。鹿ほどの大きさで、玉ひずめ類としては中型。初期のものにはないが、 プロトケラス赤以降のグループは、噴部や後頭部に角を持つ。特に後期の属では、大型化し、シンテトケラスは、噴上部に Y 字型の角、眼下上部に髪型へとカーブする一体の角を持っていた。噴上部の角は、V 字型、Y 字型などいずれの属もオスで発達し、メスは小さいか持たない。この角は、骨の露出した鹿や、 角質の鞘を被った牛などとは違い、キリンと同じタイプのおしこんだったと思われる。九死は大半の族が交互面に三日月のような模様がある月上場で四つの口頭を持つ。おそらくこの葉でこの葉などを食べていたと思われるが、後期の族では交換博した。また剣死はやや大きく唇外に先端が突出する。獅子は初期のグループは先端に四つの跡を持つが、 後期には前後とも日本予備となった。北アメリカ大陸に分布し、他の大陸からは化石が出土していない。暖かい森林地帯を好んでいたと思われるが、先進予の寒冷化、乾燥化した草原の広がる気候には適応できずに絶滅したと思われる。ありがとうございます。